では会場前方右側のボードをご覧ください。掛け声に合わせて紐を引いてください。よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。第4回高松国際ピアノコンクールメインビジュアルの発表です。それではどうぞ。ありがとうございました。写真の撮影はよろしいでしょうか。何かご注文があれば言ってくださればよろしいですか。記者の皆さんよろしいでしょうか。ではここで第1回コンクールからメインビジュアルデザインをご制作いただきました川島武史様に今回のデザインについてお話をお願いいたします。あ、どうも。僕自分の仕事で説明したことないんで今下がつってびっくりしてます。もうこれ何年か忘れたんですけども、僕はもともとデザイナーではなくてペインティングの方なので、もうデザインとしてはあんまり自信がなかったんですけども、まあ瀬戸内海で、ね、イメージがすごく強かったもので、機会をくれて、まあ初めて、あとにも先にも1回だけポスターの仕事をさせていただきました。今こう見ていても思ったらいい仕事してたなと時間が時間していけないんですけど、まあ、こういう機会は僕ほとんどなくて、ほとんどニューヨークの生活がもう3分の4分の3以上なんで、まあ、年取って、まあ、時々こちらで帰ってきた時に、もう瀬戸内海の美しさと香川県人の優しさと、まあ、クリエイティブもすごいなと思いました。それでこちらへ引き上げることにしたの。まあ、もちろん後ろもポスターを見ていて、まあ、こういう機会をね、ニューヨークにおる作家に派遣とかいただいて、それで、まあ、僕年が86かな、もう最後も死ぬ前だと思うんで、生きてる間は香川県に帰ってこの優しい皆様と日本でも素晴らしい瀬戸内海の美しさを見ながら仕事と生活とここに住もうと思っています。皆さんよろしくお願いします。川島先生ありがとうございました。今回のポスターは先生の原画を忠実に再現させていただきました。このポスターがいろいろな場所で 目に触れますよう皆様のご協力をよろしくお願いいたします。